でも最近乗ってねえもんな、俺な、チャリな。もうよ、ゴー呼ぶのが癖になっちゃってよ。うん。突破も行かねえしよ、せいぜい俺んちからよ、行ったって、な、香川の店か、あの辺だろだもう、チャリなんかで行ったってしゃねえだろ。 歩けるようになったし。まあ。最近な、よく連れ出してくれてるからな。ゴリさんのおかげで。天気いいし、ロードバイクみたいな乗りましょう。あ、前、ロードで、俺、スマホで、漕いでたで。見たことない、アリチューハイマー。 俺の、ブリジストンの、えーと、あれいくらしたっけなフレームだけで7万ぐらいのやつ。あるよ。鼻の水をゴリランで言うな。<laughs> すいません。だってよ、某がよ、B 型は大体ゴリラの血を引いてるんだとか自分で言ったじゃねえかよ。 盗まれたから出てこないよね。いやー、忘れた頃に、なんか変な警察から電話来んじゃねえの、防犯登録してたら。ああ、割とに見てるけど見てない。ああ、ロードのうん。で、ゴリラがみんな B 型なのね。昨日会えた坊ちゃんに昨日会ってないよ。うん。おと日いは会った。うん。 そっか、ゴリラは A とか O とか AB がないんだなんでなんだろうな昨日飲み行ったのうん昨日昼間飲み行った「はいよ行ったら片付け」 いや、私の歴代旦那は、歴代って何人いるんだよおいこの野郎そう、私もゴリラおい俺の放送よ、レディース全員ゴリ、ゴリ系か某もゴリだぜおいこの野郎やめれや、もう、ゴリさん。 おっかねえんだから。ああ二人、内縁一人。うるさい、もう。ゴリラだよーん。うるせえから、もうほんとに。なあ、こぶた、怒られるで。棒に。何が、二人、罰にで内縁が今一人、はい、は,いは,いは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 い、ははいはい。 ゴリラに好かれる佐野さん、うるさいよ。知らねえよ、そんなの。だから俺意外と B とは相性がいいの。これは、勝手な思い込みだよな。俺は別に人の血液型なんか聞かねえから。違う。今、 入れたら内縁に、どういうことだよええー、とですね、早く片付けなんかやってこいよ、余計な。旦那一、不倫一だもん。お前、いい加減にしろよ、ほんと。なあ よくもまあこんなじじいをね仲良くしてくれてるよ。つまねえお前らそんなに俺と一緒にいて面白いと思うなあ俺な放送はなんか適当にふざけた話はするけどリアルはあんまり面白くねえからな。 例えばあん粒行って他の配信者からからかわれたりしての乗ったりはするけどそこはな空気読んであるけど一人の時は面白くねえでうん。だからみんな勝手に マ万と飲んだら面白いだろうなって勝手に思ってんだろうけど。うん。まあ、そこら辺の話は、あの、坊ちゃんに聞いてください。はい。俺あんま喋んねえと思うよ。うん。ああ、そうなんだ、みたいな。聞き手側になる。 俺からなんか言うっていうことはないよ。うん。だから昨日か、お、も昨日か、一昨日昨日か、道具屋筋で声かけられたけどな、東、あ、武蔵村山の夫婦なのかな、大阪、あの、旅行で来てんですよ、って。YouTuber さんですよね、って言うから。ああ、 あ、まあ、YouTube 見てんのって。まあ、YouTuber ではないけど、まあまあ、動画見てんのねって。写真撮ってくださいって言って。言われて。よし。うん。どこ住んでんのよって。武蔵村山です。おお、俺、地元立川だから、ご近所じゃん。 ダンチーズだねもうそれで話合っちゃったから。タインマリコそうかなぁ。二人の時は面白い。もうコントになっちゃってっから。 ああ人間とも思いっきり話してるやろ。ちょ、っと待て、人間ともって。あ,あ、外に飲み行った時そりゃだってよ、空気悪くしたらなって。佐野が来たら、ああなったとか言われたくねえじゃんかよ。 だからグッて我慢しまあ我慢っていうか「どうもどうも」って二人の時を見るとマリコってほんと落ち着かないよね緊張してんだよなんか自分が なちゃんの枠を邪魔してんじゃないかなとか、そういうのがあるんじゃないいいんだよ、いくら邪魔したって。そんなんで俺の枠なんか減らねえからって。うん。いいから気にしねえでこっち来いよって俺言うじゃん。うん。えじ、ー、ちゃん、朝からトマト、お前農業もやってんのかよ。 おい傍若この男は何をやりたいのか、俺はわかんなくなってきた。ねえ、山一つ下っち。<laughs> なんじゃそれトマトの植え付けしてますはい。 アルチューハイマーカクちゃんは ?ADHD の典型案そんなことないよ。最初はね、俺も一瞬そう思ったんだけど、このはそうじゃない。まあ、余計なことは言うのはやめとくけどね。俺しか知らない事実は、自分の心の中に、 収めておきます。君たちには教えません。なんやがらコンテありがとう俺だって一緒に坊ちゃんとほ配信外でいるときすげえ幸せだぜ。うん。たまに、ああ、この野郎とか言われるけど。 あんまり佐野さんが、元気になりすぎるのもどうかと思うけどね。急な暴言。いや、それはなんか、坊ちゃんにガーンって言ってくる奴がいるからでしょ。意味不明な。なんだこらみたいな。あよ、藤枝、いってらっしゃい。藤枝は勤勉だね。 ゴールデンウィークも毎日仕事してたからなああえらいえらいっていうかそういう人がいるから社会が回ってんだよないやいやこちらこそ ありがとうございます。<laughs> また、雨で、剥がれたペンキ、ペンキっていうか、塗りやがれ、この野郎。<laughs> <laughs> 全部、全部、落ちちゃったよ、とか言って。その補修だろわ <laughs> かるよ。<laughs> もう、俺、わかってるから、そこは。 ああ行くんだなみたいな今日は天気晴れだからな内装外装屋さんだから藤,田藤枝はうん。だから現場も 極力、後期を短くして、低予算で上げて、利益を上げなきゃなんないから。だから、接種が、金持ちだったらいいよ。女ほったらかしといたって。んなんじゃねえんだから。意外と、接種はうるせえから、口うるせえから。 あしろこうしろってなでも藤枝は毎日きちっと仕事行ってきますってまあ仕事しながら俺の放送聞いてんのか知らねえけどうん ふざけてるけどな。大した話はしてねえんだけどさ。うん。ラジオ代わりに聞いてくれてんだったらありがたい。まあ、俺の枠がラジオになるかわかんねえけどな。うん。 でよ、今日もよ、何あれ、岸田がよ、岸田がな、俺言った、発表したの、何、海外渡航者を、オープンにするみたいなこと言ったじゃん。バカなのかな、と思って。ねえ。 アホか、こいつって。ゴールデンウィーク明けて、こっからの国内の感染者数の様子見てからだろ。アホか、あいつ。どう思う、みんな。いや、冷静に。 海外渡航者の、緩めるとこ行って。B おはよう。おはよういす。いや、金がねえかどうかは知らねえけど。ラストなラスティな金はいくらでもあるんだよ。うん。あるの。余剰金はいくらでもあるの。 規制続けるのは無理でしょう。うーん、でもあくまでも日本は規制続けるべきだと思うよ。早く外国人を入れるべき。そうなったときに日本の国内が 困ることになるんじゃねえかなみんな参戦みたいね外国人入れるの俺は反対だけどね俺は黒門市場っていうすぐそこにねとんでもねえことになったのを経験してるからもうやめてくれって思ってる。 ロエン、おはよう。なワクチン、あ俺かかってもいいよ、別に。あ、あのね、かかったら、あの、それで、重症化しなければ、もう、抗体ができるから、それでいいの。うん。わかる むしろまあ一応俺は表に出る時にはマスクはするけどね重症化しないとだっ,けだって俺基礎疾患は持ってねえもん。 わかんねえけどな、調べりゃあんのかもしんねえけど、自分的にはなんか別に大丈夫よ、みたいな。足の先の病気なのあ、痛風だろあれ大丈夫うん。 今の佐野さん見てると咳とか痰とかレベルでもきつそうやから。え、そう俺そんな咳してる配信中にこんだけ喋ってて。鼻はあのズルズルしてるけどね。咳は俺はあんまりしないな。 そうそうそう。痛風なんかなってねえよ。うん。よく坊が俺の足裏マッサージしてくれるけどな。今日痛いとか言って。どう痛くねえよとか、もと寝起きとかおっさん特有の咳をするね。 でもさ、なんで新種コロナの時代になってから初代のコロナ感染者の数がこんなにも減ったのかなぞ。だからみんな免疫を持ったってことよラッシー。ある程度の,あの免疫を持ったから新しく入っ,た入ってきたやつが暴れなくなったってこと。 あ,あ危間じゃないから大丈夫ってことねうん。と思うよラスティだってさ毎年さインフルエンザでこのコロナがなかった時期は年間2万人ぐらいは亡くなってんだよインフルエンザで。 そうでしょコロナコロナで何言ってんのかなみたいなホルモンとか内臓系食べるとすぐわかるあ俺結構好きだからね食うんだけどそんなに歩けないぐらい痛くなったことはないようん。 だから森とか吉行森吉行なとか便所太郎あいつら一時期歩けなくなったろうあと金梅もあれは完全に言わしてるよねおじさんは結構大丈夫 タバコ